私たち恒例の夏休み横須賀旅に来ました。横須賀生まれ横須賀育ちで、もう猿島に一度も行ったことはなかったんですけど、やっと40年越しに猿島に来ました。早速一回休憩して冷たさ補給をします。見て、かき氷レモン味食べよう、いただきます。ちなみにこれほら、皆さん横須賀に来たらこれ飲んでください。横須賀ブルーです。サイダー、サイダー、今年初かき氷かも。うん、暑いな、ちょっと味薄い。やっぱ下にこれほら、溶けてんのかも、暑、うん、すぎて。もうジュースじゃん、うん、ジュース、こっちもだ。私ここで戦争があったとかじゃなくて、東京湾防御のために猿島が使われたんですって。ここで第二次世界大戦で敵がここで敵にピピピピってしてた、うん、最後の砦だったのかもよ。そうかも、うん、戦争の時に使われた島で、現在は無人島です。10分着きましたね、うん、船。じゃあこれ食べて一回冷えて回りましょうね。うん、thank you.
見事成功。See you next time!